今回紹介するのは、罪の声という本です。本作は、グリコ・モリナが事件を題材とした小説です。今更、グリモリ。しかも、作者は30代。まあ、ちょっと手に取ってみるか、程度の感覚で読み始めたのですが、小説とは思えないほどのリアリティと迫力に圧倒されっぱなしでした。物語は、グリモリ事件を追う若手記者と、 グリ・事件の犯人の子供の2人の視点から展開していきます。前者は資料や関係者の証言に徹底的に当たり、実際の事件についての解説の役割を担います。後者の視点を通じて、グリ・モリ事件の犯人家族のその後をたどることで、事件に巻き込まれてしまった人々の悲しみが描かれます。いわば前者がノンフィクション、後者が フィクションとなっているのですが、新聞記者の丹念な取材によって事件の詳細と新たな疑惑・仮説が描かれることで、後者の物語も実際にこうだったのではないかと思わせる説得力を帯びていきます。結果、途中からこれは本当に小説なのか、著者は本当の事実にたどり着いており、 それを小説の形で発表しているのではないかとリアルと虚構の境界線が消滅します。最終的に記者は確信にたどり着くのですがそれを読み終えた後には「グリモリ事件」とは「 そういうことだったのかという強烈な錯覚に襲われました筆者は元新聞記者とのこと取材経験を生かして過去の資料や証言に徹底的に当たったのでしょうそれゆえの推理力と説得力この作者にしか書けないグリ・モリ事件の真実がここにあります以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。